秘密基地オタファオタファの秘密基地あにおがせよ超ぬん、オタファ、いむにだ。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日紹介するおもちゃは、これだトボット V、シルバーホークだお全国のガング野郎、集結せよ今回の動画が面白かったら、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。 それから、ちびっこはぜひ、大人と一緒に見てね。それでは早速レビュー行こう今日はお隣韓国。僕がよくレビューしてるんだけど、トボット V の最新のやつですね。シルバーホーク。これね、めっちゃかっこいいんだよね。3モードに変形シルバーホーク。パッケージの横。反対側。そして、パッケージの背面。このシルバーホークは、ジェット機のビークルモード。 それから、ロボットモードになり、この横にあるのがトッキーと言います。で、さらに、このトッキーとね、ロボットが合体して、スーパーモードになるわけです。さあ、それではまずは、ビークルモードから、じっくり見ていこうじゃんこれがビークルモードかっこいいジェット機です早速手に持ってみようこのメインの成型色のシルバーがとっても綺麗ですこの機種のところがシュッと伸びてて、 いいデザインですね。なんかこう、ウルトラマンのメーカーのワンダーバ感が、こうちょっとあるよね。これがすごくいいです。細かい部分を見ていくと、アクセントカラーにゴールドがあります。またね、ガンメタなど。塗装や各部のパーツのモールドもしっかりとしています。こんな感じ。裏から見るとこのようになっていて、コロがあります。なので、このようにね、コロ走行ができます。 男は黙って、殺そうこう。ちょっとね、こう、キュルッと言います。このキュルキュルがいいね。本体こんな感じ。さあ、そしてこれが、トッキー。えっとね、元々はこういう風になっています。こんな感じになっていて、ロボットとね、合体した時に、エクステンションモードになるんだけど、これ合体した時、ここのボタンを押すんでね、ちょっと展開してみよう。せーの。一発展開します。これがね、気持ちいい。で、 このように展開して、このね、頭部に当たる部分、ここだけ収納します。そうするとなんだろう、こう小型メカのようになります。で、さらに、この本体のここに接続ジョイントがあります。そう。これね、トキーをね、こう合体できるんだよね。これいい。あの、今までの、あの、トボットのトキーがあるやつって結構余るものが多かったんだけど、じゃーん。合体するとこんな感じ。 ああ、これパーツが余らなくていいですね。僕はこのように普段遊んでいます。で、こうなんていうのかな、こう分離するみたいな感じ。いいね。時、それから本体はこんな感じ。さあ、それでは早速変形いこう。シルバーホーク、変形今回のシルバーホーク、オタファーテクニカルレベル、うーん、ズバリー3。 絶妙な感じですね。この変形させるときのカチカチ音がたまらないです。変形パターンは僕流でいきます。まずは、ここと、この中にジョイントがあります。引っ張ると、ロックが外れます。で、これはいわゆる足になるわけですね。このように形を整えて、伸ばす。裏から見てみよう。このようになっているわけですね。なんとなく、こう、ロボットの、こう、イメージが湧くような感じになってます。 これが足の付け根ですね。付け根を曲げて、下に下ろす。そしたら、ウィングを後ろに折りたたみ、足首を展開。反対側も同様。ロックを外し、伸ばして、角度を変える。そしたら、これを、このように、下に下ろす。これで、下半身の変形完了。 さあ、そしたら今度は上半身。まずは後ろの部分。ここ一体の部分の付け根。ここを引っ張ると、せーの。このように伸びます。このように展開した後、腕。下に下ろし、このようにします。反対側も同様。下、上、回転。これでね、腕になるわけです。 さあ、そしたら今度は背面。機種の部分を下に曲げる。そしたら、ここ。このパーツのロックを外し、このようにします。そしたら、さらに、ここを下に下ろし、密着させます。反対側も同様。さあ、そしたら、この機種の部分を折りたたみ、 密着させると。はあ。バックパックがね、綺麗にコンパクトになります。さあ、そして最後。頭部を反転させれば。変形完了シルバーホークロボットモードだ <music> おー見事に変形しましたこれがシルバーホークのロボットモード。プロポーションがいいよね。早速手に持ってみよう。 大人の僕が手で持ってこんな感じ。今までのトボットって結構大きかったんですね。今回のこのシルバーホークはワンサイズ小さくなっています。小さいんだけどこう絶妙な大きさといった感じ。改めて全体のプロポーションはこんな感じで、まあ、ジェット機から変形したっていう感じのね、こうウィングがあって、シュッとしたスタイリングでとってもかっこいいです。横。ここを一段ね、展開したことにより、こう干渉しないところがすごいなと思いました。 変形難易度的にはそんなに難しくないけど、ちびっこが遊ぶって考えるとこれは絶妙なんじゃないかなと思います。早速近くでじっくり見ていこう。まずは上半身及び頭部のアップ。目の部分は集光ギミックが採用されています。後ろのクリアパーツ。ここから光をこう拾うわけですね。なので目が光っています。あとはこの頭頂部の装飾の部分も光っています。顔かっこいいよね。かなりシャープに作られています。 胸部。そう、ここはね、エクステンションモードになるんでシンプルになっています。うん、いいね。それから、お腹周り。足。足もかなり細身になってて、こう、いかにもこう、俊敏な動きをしながら、この、こうね、空を飛びそうなプロポーションになっています。ここが一見側になるようなあ感じなんだけど、ここをね、うまくまとめています。ここをコンパクトにするところとか。とってもいいです。さあ、それでは可動範囲。 この頭部のみ、ボールジョイントになっています。はあ、分かってるね。素晴らしい。さっき変形でお見せした通り、360度回り、上下可動もあります。かなり柔軟に動きます。それから腕。もうね、あとはね、全部、カチカチクリックです。はあ、気持ちいいね。これはね、男の何クリックだろうな。8以上はあるかなうん。かなりね、こう動かしてて気持ちいいです。 肘のロールはないですね。一軸でこのように動きます。それから、お腹はね、動かないです。足。開脚すると、こんな感じですね。はあ、もうどこまでもクリックがあります。クリックの渋みも絶妙です。膝。ひ、膝。ここもね、あの、クリック幅がかなり細かいので、このように稼働します。あとはね、さらに、ここにもね、 ロールがあります。これね、360度もあります。これのクリック幅もかなり細かい。それから足首。前後の可動があって、左右はありません。各部を動かして、アクションまずはね、飛行ポーズ。こんな感じの、こう、なんていうのかな、かっこいいロボットが飛んでる姿をね、あの、ポージングできます。これね、ポイントは、ここだね。ここが曲がることによって、なんていうのかな、こう、肩にグッと、こう、力が入るような。 かっこいい飛び方ができるわけです。と、といった感じの、こうなんていうのかな、かっこいい着地ポーズもできます。これ膝立ちができるんですよね。あの、なんていうのかな、結構動くんだけど、まあ、それも必要最低限で、かつ、クリックがあるんで、もう安心感のあるポージングができます。それから、こんなポーズ今回のシルバーホークには武器はないです。なのでなんだろうな、僕のイメージでは俊敏に空を飛びながら、こうね、格闘戦こういうイメージです。かっこいく ポーズが決まります。さあ、そしたらね、トキーと合体。一発変形なんで、よーく見ててください。ここにセットすれば、ちょっとゆっくり行こうか、せーの。そしたら、背面。このウィングも変形させます。上に起こし、このパーツも下に下ろす。これで完成、火星シルバーホークエクステンションモードだ おー、見事です。あのね、一発変形プラス、ウィング。このウィングがいい。X ウィングになってるんですよね。はー、ちょっとね、近くで見ていこう。上半身はこんな感じで、いいね、ここが、このウィングのところがいかにもカターマーのようになります。もういかにもパワーアップした感じだね。おー、ホークの顔。で、このシルバーの、あ、ゴールドの塗り分けも細かいです。背面。ここね、この X ウィングはみんな大好きだよね。 いいです。一気にこう、スーパーロボット感が増しました。頭部とかね、まあ、全体のボディに変化はないんだけど、もうこれだけの少ないギミックでガラッと変わるところがいいですね。各部を動かして、アクションまあ当然ながら肩周りのね、稼働範囲は制限されるものの、このように迫力のある、かっこいいポーズを取らせることができます。ちなみに、胸部に合体させた時、 これね、あの、合体した後もまたできるんだよね。あの、なんていうのかな。ここが引っかかるところになってて、この時のこのホークの顔をここで引っ掛けて、こういう風にすればね、あの、パワーアップ遊びもう一回できるんだよね。ワンタッチパワーアップこんな感じ。さあ、そして最後はわかりやすい大きさ比較いこうテコン位一緒に並べるとこんな感じ。 このテコン V がね、えー、いわゆるね、これ、あの、超合金魂のような、合金トイになってて、大きさがだいたいマジンガー Z とかね、あの辺のサイズです。これと一緒に並べるとこんな感じ。まあ、ダウンサイジングされたとは言ったものの、結構大きいことがわかります。それから、今年の戦隊、マシン戦隊キラーメイジャーの1号ロボ、キラメイジン。一緒に並べるとこんな感じ。サイズ的にはとっても近いです。アースグランナー、レオチータ。 昔のトボトはもっとこのぐらいのボリュームがあったんだよね。これと比べるとね、結構小さくなったことがよくわかります。ああとはわかりやすい大きさ比較。マスターグレードのガンダムと一緒に並べるとこんな感じですね。あと何かな最後にこれいこうか。お隣韓国でもね、勇者シリーズは大変人気があったようです。マイトガインのガードダイバー。これいいんじゃないかな <laughs> きっとね、韓国のガング野郎も倒れるときは前のめりのあの精神。 あの、感動するところはね、あの、分かっていると思います。まあ、そうじてこのシルバーホークは、まあ、絶妙な大きさとなってて、いじりやすいサイズになっています。一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで今回のお隣韓国、トーボット V のシルバーホークのレビュー、いかがだったでしょうか一緒にね、触って遊んだ気持ちになってもらえたなら、本当に嬉しく思います。さあ、このシルバーホークなんだけど、まあ、レビューのね、最後にちらっと言った通り、まあ、本当にこの絶妙なサイズ感、 これがいいんだよね。あとはこのレオロボットのデザインもかっこいいです。このトボット V のカチカチ感っていうのはね、本当に病みつきになります。僕はね、これを Amazon で購入しましたね、えー。トボット V、シルバーホークで検索するとおそらく出てくると思います。僕は大満足ですね。気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったな、楽しかった。俺もおもちゃが好きだ。トボット V が好きだという方。 チャンネル登録と熱い高評価どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕は Twitter をやっています。Twitter のフォローもどうぞよろしく。あとどんなことでも結構です。おーってかー。この大きさ絶妙でいじりやすくていいねとか。ああ、このロボットのデザインかっこいいよねとか。他にも今回のおもちゃのこと、他のおもちゃのリクエストなどどんなことでも結構です。みんなからのコメント待ってます。